あの、まあ、僕もですね非常にあの、まあのま乏しいですけども、えー、報道とか情報の、えー、番組の制作の現場にまあ少し関わったことがあってでだからこそあのものすごくよくわかるんですけど今日みたいなことがあると真っ先に「そのあ今日は何人だ」っていうふうになるわけですよ。でじゃあ今やろうとかトップニュースで言おうとか言うんですけどまあこれいわゆるファストニュースというかですね早いニュースなんですよね。でこれはまあ 要するに視聴者にも分かりやすいしそれからまあインパクトもあるしそういう数字を報じようとするんですけどその時なんかいろんな前提になってることがあってで本当に問題を考えようと思ったらその数字とかファーストニュースだけじゃなくて、えーまあ、例えばシステムがどうなってるのかとかねうんどういう対応をしたらいいのかとか何が問題なのかとか、えー、そういうことをゆっくりじっくりあの報道しなくちゃいけないんですけどもそれはなかなかニュースとして成立しにくいんですよね。 で受け取る側もあって僕なんかもじゃあ今日は何人なんだったっつって,言ってそこをまあ話題にしちゃったりするんですけども本当のニュースがそこにあるのかどうか分かんない。でこれはあのそういう非常に懸念されるべきことだけじゃなくて昨日その、えー、と日本とアメリカのソフトボールの決勝戦を見てたんですけど、えー、6回だったかな本当のスーパープレーだったんですよ。あのショートの左側にですね ライナーが飛んでそのショートが飛びついたんですけどもう抜けたらもう点数入っちゃうんですけどところがそのショートが飛びついてグラブで弾いたボールがごめんなさいサードサードのグラブに入でて弾かれたボールがショートに飛んでショートがそれをまあ、でショートにトスしたみたいになってそれがセカンドに送球されてフォースアウトで、えー、と要するにこうまあ チェンジになったんですけど本当スーパープレーで僕も野球とか好きでずっと見てますけどあんなプレーを恐らく1試合に1個ぐらいしかないようなものだと思うんですけどでも今朝のなんかいろいろ報道見てそれについては触れられてないですよねただあの決めたとただというか、まあ、決めたことったとったらすごいうことなんですけどもでやっぱりそこでもそのいい方向でいい,い,い,いいニュースでもファストニュースとスローニュースの。 違い出ててくるって僕はやっぱり本当につくづく思うのはあのこのコロナのようなですね非常に難しいことについてはスローニュースの方が大事でファーストニュースで、えっと、いろいろ、まあ、毎日目を奪われてそれにあたふたしてると結局本質が何なのかが分かんなくなるしそれから緊急事態宣言っていうのもまあ非常に分かりやすいんですけど、えっと、それがじゃ具体的に何を意味するのかっていうのはえっと まあ酒類の提供がねあれだとかいろいろあるけどそこをに緊急事態宣言ってて名前をつけけるわけですよねでそうするとインパクトがあるからつけるんだけど実態は何なのかというとそれだだけけのことだったりすするわけですやっぱり僕はメディアがその、まあ、本当にメディア人ってやっぱりそういう訓練を受けちゃってるんですよねメディア入ったんに「今日は何だった?」っていうのに反応してじゃあそれヘッドラインに持っていこうみたいなで深刻な顔してキャスターとかが「今日は何人でした?」っていうふうに言うみたいな。 そのゲームかから離れななないいいと問題は解けないんじゃないですかねでそのゲームの中であのいろいろやっていくってことも職業人として必要だっていうのは分かるんですけどでもそのゲームはおそらくどこにも行かなないゲームんんだろううと思うんですよやっぱりそのスローニュースというか本当にややこしいこと、えー、例えばコロナでいうとシステムのどこが根詰まりしてて何が問題なのかっていうことを諸外国ではこの数字だとこうなのに何で日本ではこうなってしまうのかっていう。 こことをこそかかりにくいいもしれないけど、視聴者にはなかなかニュースとして受け止めてもらえないかもしれないけどそれを伝えていくのが僕は報道陣の役割だと思うしあの昨日あった今度はいい方で日本とアメリカのソフトボールの試合でも僕はたまたまその、えー、とサードからショートへのスーパートスの話をしましたけどもちろんアメリカ側も、えー、とそのホームラン性能っていうか大らく取ってなければ入った。 ホームランを取ったんですよね,外野市の方がねそういうこそこに現れている何かにこそ焦点を当てた報道を僕は,僕は期待してますただ毎日数字が何人だったとかそういうことばっかり追うようなファーストニュースも無意味だとは思わないですけどもやっぱりそれだけではたど、えー、り着けない場所があるんじゃないかなと思います。でした